ジャン・マルク・ジルベール・モルメクは、フランスの男性プロボクサー。フランス領グアドループ、ポアンタ・ピートル出身。元 WBA、WBC 世界クルーザー級、スーパー王者。豪快なパンチを武器に、ザ・マークスメンの異名を持つハードパンチャー。フランス領のグランドテール島で生まれた。ボクシングは11歳の時から始め、フランスでアマチュアの実績を積み、 1995年3月25日にライトヘビー級でプロデビューした。デビューから5戦で3勝2敗と目立つ戦績ではなかったが、その後は勝利を重ね、1998年11月10日には全仏ライトヘビー級王座を獲得した。2000年12月16日には WBA インターコンチネンタルライトヘビー級王座を獲得した。 2001年4月3日にはバレリービッグホールに3回 TKO 勝ちし、クルーザー級転校を勝利で飾った。2002年2月23日、WBA 世界クルーザー級王者バージルヒルを9回 TKO で破り王座獲得に成功した。同王座を3度防衛。2005年4月2日、WBC 世界クルーザー級王者ウェイン・ブライスウェイトと王座統一戦を行い、 12回3から0の判定勝ちを収め WBA 王座4度目のは防衛 WBC 王座獲得と王座統一に成功し WBA よりスーパー王座認定を受けたそのため WBA の正規王座は空位となり空位となった正規王座にはバージルヒルがついた2006年1月7日ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで IBF 世界クルーザー級王者のオニールベルト、統一戦を行い、10回2分50秒小負けを喫し、王座統一に失敗、WBA 王座は5度目、WBC 王座の初防衛に失敗し王座から、陥落した。2007年3月17日、フランスオードセーヌ県ルバロアペレの、パレデスポール・マルセル・セルガンで WBA、WBC 世界クルーザー級、スーパー王者、 オニール・ベルと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め1年2ヶ月ぶりに WBA 王座並びに WBC 王座帰り先に成功した。2007年11月10日、オードセーヌ県ルバロアペレのパレデス・ポール・マルセル・セルガンでデビッド・ヘイと対戦し、7回 TKO 負けを喫し、WBA 王座並びに WBC 王座の初防衛に失敗し王座から陥落した。以後、長期休養していたが、2009年に WBA 世界ヘビー級王者となったデビッドヘイのリベンジと2階級制覇を目指してヘビー級で復帰。12月17日のヘビー級転校初戦で判定勝ちを収めた。その後、同じフランス人で K1 のスターである、 キックボクサーのジェロム・レ・バンナとボクシングルールでの対戦を2010年3月または4月にフランスで実現に向けての交渉が行われたがモルメクが対戦を拒否したため実現しなかった2010年5月6日パリのカルジョルジカル・パンティエでフェリス・オケンドとヘビー級契約10回戦を行い10回3から0の判定勝ちを収めた2012年3月3日 ドイツ・デュッセルドルフのエスプリアレーナで WBA IBF WBO イボ世界ヘビー級スーパー王者ウラジミール・クリチコと対戦し4回1分12秒小負けを必死に階級制覇に失敗した2014年6月26日フランスオードセーヌ県アニシュルセーヌでタマス・ロディとヘビー級契約10回戦を行い4回 tk o 価値を収め再起に成功した。2014年12月5日、フランスオードセーヌ県石井レムリノーのパレデス・ポール・ロベール・シャル・パンティエでマテウス・マスター・ナックとヘビー級契約10回戦を行い、10回0から2の判定負けを喫した。ありがとうございます。